皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。いよいよ今日はなでしこにとってここからが勝負のベスト16だね。負けたらそこで終了というのはやはり独特の緊張感がありますね。そして相手も不気味な存在だしね。はい、ノルウェー。試合内容を見るとそこまで強くはなさそうですが、体格面では日本を上回り、さらに調子も試合を追うごとに良くなってる感じがあるので。そして90年代とはいえ、女子ワールドカップで優勝、準優勝を一度ずつ経験してる古豪。前回大会もベスト8には残ってるだけに決して油断してはいけない相手だよね。です、油断はしていないとは思いますが。そのあたり、前日会見にて池田監督、そして選手たちのコメントからノルウェー戦のポイントも見ていこうと思うよ。よろしくお願いします。まず池田監督はこの試合について、スペイン戦を勝利で終えたことで、チームが自信を深めたことは確か。としつつも、ノックアウトステージは一発勝負、勝負が決するゲームになるので、選手たちもスタッフも、そこに向けて切り替えてしっかりと準備を進めてきました。難しい試合になることはもちろん覚悟の上、選手たちもしっかりと準備しています。とコメント。まあグループステージは変な話、負けても次で、その次で取り返すってことができたわけだけど、ここからは90分、もしくは120分で全てが決まる。そこの部分の切り替えは大事な部分だね。男子代表が乗り越えられてない壁でもありますもんね。そしてノルウェーといえばやはり体格面。そしてサイドからの攻撃が主に警戒する部分になるけど、どの国と対戦するにあたっても、その国のストロングがあり、それに対して我々がどうするかも準備しています。と心強いコメント。続けて、もちろん高さがあるなど、気をつけないといけない部分はありますが、ミーティング、トレーニングで共有して、それを防ぎつつも、自分たちのアグレッシブさを出していく。そういったところは共有して明日に向かっています。とコメント。いきなり背が大きくなるなんてことはないし、相手を把握しつつこっちはこっちの武器で対抗する、と。そしてノルウェーといえば女子のバロンドールを受賞したこともあるヘーゲルベルグが注目だけど、第2戦スイス戦のキックオフ直前に鼠径部の痛みで欠場。この試合については出場の有無が見えてこない。ノルウェーにとっても日本にとってもこの選手が出るか出ないのかでまた違ってきそうですよね。この点についても池田監督は、明日になってみないとわからないことなので、チームとしてノルウェーの強力なアタッカー、サイドプレイヤー、アスリートプレイヤーがいたり、そういった部分をチームとしてまず守ることを最初に考え、メンバーを見て、それぞれの個人への対策を考えています。とコメント、想定しうることはできるだけ想定してベスト16に臨もう、って感じが見て取れるね。そのプランとして、想定の中で色々と準備する意味では延長、PK を考えることはありますが、90分でしっかりと決着をつけたいというプランニングでゲームは入っていきます。と頼もしく答えてくれていた。こちらもぜひそれを期待したいよね。ですね、90分で気持ちよく次に進んでほしいです。そうなるとやっぱりポイントはどちらが先に点を取るか、になってくると思うのですが。だね、会見に出席した長谷川も、一番大事なのは失点しないこと。得点のところもそうですけれど、守備の部分でチームに貢献できるように。誰よりも多く走ってボールに関わるところを見せたい。と自身のプレイでチームを引っ張りたいとコメント。長谷川は身体的にはどちらかというと小柄な方だし、明日はいろいろな意味で苦しみそうですよね。とは言っても、国際大会はもちろん、クラブではシティの主力として海外の選手を日常的に相手にしてるからね。身体能力を言い訳にしないのは大事。筋トレに力を入れて、一瞬のスピードは個人的に伸ばしてこれた。と、苦にしてはいないとコメントし、ここからの展望として、前の選手が思い切ってできるように、後ろの選手と自分が協力して守っていく。ここから先のノックアウトステージで大事な部分だと思います。と攻撃よりも守備の方がポイントになるという認識を示した後に、チームとしては前回大会を超えるとか比較することなく、一番上だけを目指して戦いたいです。とコメント。前回大会ではこのベスト16で長谷川はゴールを決めながらもオランダに1対2で惜敗し、大会を去った。今回のノルウェー戦では前回大会を超えるベスト8がかかっているわけだけど、そんなのは関係なく、一番上、つまり優勝を目指して戦っていく。そういったところだね。まずは点を与えないこと。チャンスを作らせない、放り込ませないというイメージですかね。そうなってくると、熊谷を中心としたディフェンダーラインもこの試合では当然大きなポイントになってくる。主将でもあり守りの要でもある熊谷は、相手の攻撃はほとんどサイドからでヘディングが得意な選手が中にいるので、マークを外さないようにすることと簡単にはクロスボールを上げさせないように意識して対応したい。
とこの試合のポイントを挙げ、自分たちがその先に行くことが女子サッカーの未来に大きな意味を持つと思うので、責任と誇りを持って緊張感を楽しみながら、しっかり勝ちたい。とこの試合への意気込みを語り、同じくキープレイヤーとなるゴールキーパーの山下は、4年前は決勝トーナメント1回戦で敗れているので、この試合に集中することが一番だと思う。予想としてはクロスボールが多くなると思うので、しっかり対応したい。優勝を目指す上でまだ通過点だし、最後まで集中を切らさずに勝つことだけを目指していきたい。とコメント。山下、熊谷は前回大会も経験しているだけに、決勝トーナメントの入り方の部分でも頼もしいね。あとは攻撃陣ですね。今大会はフォワードがとても好調なのでノーチャンスということはないと思いますが。得点パターンを見ても相手のディフェンダーの高さがあっても苦にするような感じはないしね。ですね、特にスペイン戦のようなカウンターはこの試合のポイントになるんじゃないですか。ノルウェーも当然あのショートカウンターは警戒してくるだろうけど、ここまで4ゴールを挙げている宮澤は、警戒されてこそ何ができるかが今後必要だと思う。逆に注目されて自分にマークが集まれば、逆サイドの味方が空く。スペイン戦を見ていたらスピードを生かしたプレーだったかもしれないですが、逆手にとって足元のプレーで味方を生かしたり、警戒されている時こそ何ができるか自分自身も楽しみです。とここまでの好調ぶりを楽しみつつ、自身はまだまだ成長したいという感じ。スピードもある相手ですが、一瞬の駆け引きやタイミングで抜け出すシーンや、ドリブルで運ぶシーンだったり、そういうチャンスも増えてくると思う。注目されて素直に嬉しい気持ちと、相手が気にしてくれているところをどうかいくぐれるか楽しみながらやりたい。とノルウェー戦の抱負を語った。失点しないことがポイントだけど、言い換えればリードを奪うことが重要。守備陣の奮闘ももちろんだけど、宮澤、棚からの決定的な仕事が早い時間で見られれば試合展開は楽になるね。ノルウェーが前がかりになればさらに前線の選手たちも行きますし、宮澤、田中、植木、それに若い藤野、悲願の大舞台に立った直本、役者は揃ってるはずです。その田中はこの試合について、今までと違う気持ちの部分もあるが、自分自身しっかり試合に入ることができれば大丈夫かなと思っている。負けたら終わりというところは意識して試合に入りたい。本当にまだ終わりたくないし、しっかり勝って次に進みたい。とこのチームでもっとプレイしたいと絶望。そして若くて勢いのある藤野は、ある意味崖っぷちに立たされているようにも感じつつ、そこで何ができるか楽しみ。乗り越えるために今までやってきた。とこの先に進む気はどの選手も満々。グループステージの戦いぶりで言えば日本有利の報道がとても多いけど、相手も尻上がりに調子を上げてるし、FIFAランクで言っても日本は11位、ノルウェーは12位。そのランクで言えばほぼ互角ですが、力を出し切れば日本はきっと勝てるはず。17時から気合い入れて応援しましょう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。